筆箱紹介をしていきます。まずはラダイトさんのラウンドジップペン。まずはラダイトさんのラウンドジップペン。まずはラダイトさんのラウンドジップペンケースです。買った時からかなり使い込んでたので、デニムの経年変化を強く感じます。財布と間違われるのは日常茶飯事です。かなりおしゃれで使い勝手抜群なので、みんなも使ってみてね。シャーペン1本目はテックドローです。細い形状とちょうどいい重さ、最高のデザインで愛用してます。自分は即筆するときによく使っているんですけど、他のペンと比べて疲労感がまるで違うように感じます。キャップのカシャカシャする音はセロテープで補強すればよくなるし、僕の中でこのペンのデメリットはないと思います。木軸もあるけど僕には手が出せないので、誰か僕にください、お願いします。 DM 待ってます。シャーペン2本目は YI 工房さんのアクリルペンです。こっちはノートを取るときなど字を丁寧に書きたいときに使ってます。即筆には向いてないんですけど、持ち前の書きやすさと書き味で楽しく板書することができます。アクリルだから滑るとかは少なくて手にフィットしてくれています。続いてはラミーのトライペンです。回転繰り出し式で安定感があって使いやすいため気に入っています。細かいところなんですけど、赤と青とシャーペンの3つなのがいいですよね。次は桜クラフトラボ001のアルミバージョンです。マジで使ってみたらわかります。えぐいですこれ。見た目重厚感じあると思ったら、軽めで書きやすいし、大きさがちょうどよくて書いてて疲れなくて楽しいんですよね。ペン先の出し方もおしゃれだし使いやすいし、回して出すのを友達に見せてやることで、何それかっこよみたいに言われてめっちゃキモやっべ。限定なので最近あまり見ないですけど、あったらぜひ買ってみてください。5000円出す価値は十分にあると思っております。次はラミーのスイフトです。書きやすいです。ノックが重かったりして特殊なところがあるんですけど、もうこんなのロマンですよ。ロマンかっこよくて書きやすければいいと思います。中にはジュースアップのオレンジを入れてます。コクヨのミーです。消しやすくて愛用中です。定規はアルミ&ウッド定規を色雫の月夜で染めたものです。ハサミはケプトのフッ素コートハサミです。キャップが緩いのでセロテープで補強しました。緑のテープのりですね。間違えてつけた時に剥がしやすいのはありがたいですね。シャーシンワインです。結局このケースが使いやすくていいですね。ご視聴ありがとうございました。参考にしてくれるとありがたいですね。バイバイ。